ナンバリーン・エンフバヤルは、モンゴル国の政治家。第3代モンゴル国大統領。1958年6月1日に、モンゴル人民共和国のウランバートルにて、医師の息子として誕生する。ソビエト連邦のゴーリキー文芸大学を卒業した、後外国文学翻訳家として、多数の文学作品をモンゴルに紹介。1992年に、 国民大会議,議員に初当選し、政界入り。文化省、首相、国会議長を歴任した後に2005年の大統領選挙で、モンゴル人民革命党から出馬し、モンゴル民主党の遠隔裁判候補を破り当選。モンゴルでは、大統領よりも知名度が高いと言われる、朝昌流の支持も取り付け、モンゴル人民革命党の伝統的な支持基盤である、地方の牧民だけでなく、 都市部でもまんべんなく得票した。2000年から2004年にかけての首相時代は、ロシアから社会主義時代の債務の引きを勝ち取ったほか、6年間閉鎖されていた、ウランバートル駐在の北朝鮮大使館を再開させた。日本、アメリカとの関係を重視し、日本との交流拡大のために、日本人と校舎の詐称免除を外交課題にしていた。2007年2月28日に、 ワセ田大学より名誉学位が贈呈された。2009年5月24日に行われた、モンゴル大統領選挙に再選を狙って出馬したが、対立候補である民主党のサヒアギ員ニ・エルベグドルジに、僅差で敗れた。モンゴル政府汚職対策局は2009年10月20日までに、エンフバヤルが日本の宗教団体から不正に寄付を受けた疑いで、捜査に着手したと発表した。 2012年4月13日に国家反腐敗局により汚職の罪で逮捕され8月2日に裁判所により懲役4年の有罪判決を受けた2013年8月に健康上の理由により赦免された前大統領に懲役4年イコール汚職認定無罪主張を退けるモンゴル時事 .com2012 年8月3日ありがとうございます